どうもーす。よいしょよいしょよいしょー、しぽじでーす。ダイアン津田さんのもゴイゴイスーに近いですけどね、もうこうなったら。はい、よいしょよいしょよいしょー、しぽじです。はい、さあ土曜日ですね。はい、さあ本日はそうでございます、シプリームでございますけども、はい、シプリーム 2021SSウィーク19、つまり 21SS ラストウィーク、そしてナギウィーク、そしてナギウィーク、早くも言います、ナギウィーク。はい、早くも言いましたけども、はい、今週がですね 21SS の全てのアイテムができります。今週で、はい、21SS もね、長いようで短かったですね。いや、非常に楽しませていただきましたと、感傷に浸る前に、まだ販売してないからね、戦いが残ってる、おじさん、そこ分かってんのか。え、最後の戦い全力で臨まにゃん、ソンソン。はい、ということで今週大体出るのこちら、バラララララ。はい、意外とパッと見アイテムすごいですね。毎回最終章は本当何アイテムとかしか出ないってイメージなんですけど、はい、なんと今週アーティストコラボ、まさかの最終週でアーティストコラボ、今までにね、おじさんが知ってる中ではなかったですかね。はい、そのアーティストはアメリカンロックバンド、バトルサーファーズ。はい、バトルサーファーズとのコラボアイテムが今週出ますということでね。バトルサーファーズっておじさん聞いたこと一回もない。バンド名も聞いたことなかったです。あんま詳しくないんですけど、アメリカンロックバンド、1981年に結成ということで、はい、まあ Spotify でポチポチポチってね、昨日聞きながらずっとねゲームやってたんですけど、あの Nintendo Switch のハデスやりながらずっと聞いてたんですけど、結構なんかこう明るい感じ、うん、なんだろうな、本当にロック、うん、その時代のロック、もうさ、音楽あんま詳しくないからさ、うん、でも結構楽しいようなね、曲調のね、うん、結構明るい感じの曲調のね、バンドだなって印象でしたね。うん、いい曲多かったですね、 Spotify の、まあ、プレイリストで、鳴ってるんですけど、曲数があんまなかったのかな。だからそこまでに日本とかではメジャーなバンドではないのかな、知る人ぞ知るバンドなのかな。うん、ちょっとそこら辺詳しくないんで分かんないから、あんま突っ込まないでよ。いやいや、めちゃくちゃ人気ですよ、何言ってるんですか、死亡時とか突っ込まないでよ。はい、知らないですから。はい、ということでこういうアイテムが出ますということでね、はい、 T シャツとか、シャツとかね、うーん、 T シャツいろんな、多分そのアルバムアートワークが出てて、この女性のね、その関心のやつとかね、なかなかかっこいいなと思うんですけど、ちょっとこれ欲しいなって一瞬思ったんですけど、着画見たらね、結構このフォトがでかかったのよ。もうちょっとこう控えめというか、もうちょっとちっちゃいサイズだったらちょっと欲しかったかなっていうので、うん、スルー。はい、シャツもいいっすね、シャツもいいんですけど、まあ可愛いんですけどね、うん、さらっと着れてっていうのではあるんですけども、そこまで知ってるバンドでもないんでね、あんまビビビとこずこず、うん、単純な T シャツのかっこよさで見たときに、まあかっこいいんですけど、まあいいかなっていうね、うん。あとレギュラーアイテム何出んのっていうところで、うん、まあでも最終週なんでね、うん、加えて言うのもないんですけど、まあ言うとこの、モノグラムの、はい、シュプリーム S ロゴモノグラムのクラッシャー、まあクラッシャーとか、クラッシャーわかんないけど、あ、キャップ、キャンプキャップじゃないか、クラッシャーとかキャップがね出たりするっていうところなんですよね。今週はまあだから割と非常にナギ、まあ最終週なんでね、まあそりゃそうなんですけど、じゃあおじさん何買うの。はい、ということでおじさん何買うのって、うん、今週は本当あんま全然欲しいの正直ないんですけど、はい、じゃあまあ本当はね、本当こちら、はい、ナーフとシュプリームのちょっとモデルガン、本当ピンポン玉みたいなのが結構ショットガンみたいにポンポンポンって出るおもちゃの、うん、あっちのアメリカのナーフっていうね、銃のおもちゃ、割とそのなんだ、
ナフっていう銃のおもちゃ、トイザラスとかで売ってたようなやつ、はい、これがね、レギュラーの時から、レギュラーじゃねえや、プレビューの時からこんなん出んねえやと思ってね、ちょっとね、面白いじゃないですか、なんか可愛いじゃないですか、あ、いいなと思ってたんですけど、日本発売なし、はい、なし。こんぐらいさ、いいじゃんっていうさ、なんでなんだろうね。ほんとどれを日本で発売してどれを日本で発売しないのかって、やっぱちょっと基準が曖昧ですよね。ああ、そう思わない？ギターとかもさ、昔フェンダーかなんか ギターも出たけどさ、あれも日本でなさそうだったけど、あれ日本あったりとか、逆にお箸とか出たけど、お箸なのに日本はなかったりとか、基準が曖昧で、これも出ないのよ。おじさんちょっと欲しかったよ。インスタでさ、いろんなこうシュプリームの店員とか買った人がポン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 遊んでんだよね。うん、マックスミラーさんとかポン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 遊んでんだよね。え、結構飛ぶじゃんみたいな、ピンポン玉が、うん、おい、触りてえなと思ってたのに、日本発売なし、なしこちゃんかいっていうね、ところでね、悲しいな、ガチンガチン、ヒュンヒュンヒュンって感じなんですけど、あれなんすよしょうがないですね。あー、じゃあ何買おうかなーんーって思ったとき、こちら買います、はい、フリズビーおー、ジーザス、おー、ジーザスフリスビー、はーい、こちらをね、今日は購入して、21SS は終わろうかなと思いますね。はい、フリスビー、まあ夏の季節キャンプとかおじさん行ったらね、こうヒュッヒュッヒュッとね、飛ばすわけねえだろ、もったいねえ、シュプリームだぞ、飾ります、飾りたいです、ちょっとその100均で買ったあの三角立てみたいなね、皿立てみたいなにね、飾ろうかなと思って、ちょっとアートとしてね、可愛いかな、お値段も安いしね、あ、じゃあこれだっていうね、最後の最後は記念にお値段も安いし、これポピッと買っておしまいにしましょうっていうことで、はい、フリスビーちゃん狙いますね。でもさ、見たところやっぱね、水鉄砲がないってとこで、結構フリスビーに人気がね、集中しそうですよね。はい、まあ数あるから、まあいけると思うけど、まさかね、まあ凪ウィークですから、凪ウィークですから、少なくとも凪ウィークですから、うん、まあ大丈夫だと思います。じゃあこれを狙っていきます。じゃあ58分までジャンピンジャンピンヒダラン、アネホルセピンステキャデビューステラン、何の曲？ 21SS シュポジ最後の瞬間移動です。ご覧あれ、うわーっ、うわーっ、うっ、はーっ、うっ、しぇー、関根勤さんがやる千葉真一じゃん、関根勤さんがやる千葉真一モノマネジャンプ、うわーっ、う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 っ、はい、ということで、はい、10時58分でございますね。はい、来ました来ましたよ。はい、ちょっと調べたら、あのナーフの銃はハズブロ社製だったんですね。ハズブロ社製だったんですね。まあないからいいんですけど、ハズブロ社といえばトランスフォーマーとかもね、あっちで販売権持ってたとこかな、確か確か。はいはいはい、アンディ・ウォーホルのブリロキューブのピンズもちょっと欲しいなっていうね、感じなんですけれども、どうしようかな、どっちでもいいんですけど、まずはフリスビーって感じかな。はいはいはい、でフリスビーは、まあ、アクセサリーズの一番上に出てくるかな。本来なら一番上にナーフ銃があったんですけど、はい、まあないということでね、諦めましょう、ないということで、ナーフ銃国内ないということで、はい、10時59分ポチポチポチと録画開始、よしよしよし、はい、さあどうなることやらね。はい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 、住所はさっきチェックしましたから多分大丈夫なんですけど、ちょっとなんか重たい感じがしますよ、なぎなのに、なぎなのに、正直だから今日転売屋は狙う商品もないから多分いないと思うんですよ。だからファンのみの祭典、シュプリームファンのみの祭典、そんな気がするんですけど、どうですか。はい、みんな何買うんだろうね今週は。昨日金曜日インスタライブし忘れて、みんな何買うのかとかね、聞き忘れましたけど、もう来るんじゃないか、もう来るんじゃないか、
シポジョ落ち着いてます。はい、最後の商品、はい、行きましょう。最後のシュプリーム 2021SS ラスト、ラストカードに行こう。11時、はい来た、11時、はい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 、来い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 、はい来ないか、来ない、来た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 、はいカードに、ラストカードに押せないじゃないか、なんなんだ、代引きいけんのか、でも代引きもったいないからクレカで行け、クレカで行け、大丈夫、余裕あらず、はいポチコーン、行っちゃって行っちゃって、最後の商品行っちゃって、フリスビーでビュンビュンビュン、行くんだ行くんだ、カートインしたら買えるはずだ、しぼしの商品、お前がくれよ、カートから決済まで運んできた、運んできた、来た来た、いったやったやった、フリスビー変えた、やったやった、懐かしいね、葉っぱ台。さあ最後の買い物終了はい、全然あれやないか、全然あれやないか、全然あれやないか、そりゃそうか、クラッシャーの紫が良かったね。いや確かにクラッシャーもいいなと思ったんですけど、でもおじさんね、このハット系バケハ系ちょっとね、被ったことないから怖いんですよね、似合うかなとか思っちゃったりして。はいはい、バトルサーファースのアイテムはどうですか、 T シャツとかは。まあそうですよね、あるね、売り切れてないね、あるね。バキマンティは余裕だね、余裕だね、全サイズあるね、全サイズあるね悲しきかな、全サイズあるわな、これも。まあそうですよね、あフリスビー売り切れた、フリスビーも売り切れたはい、売り切れました。マジ悩むな、ちょっとピンズ、送料入れたらだって全額読むんでしょ、これに何かあったようにさ、ケチ臭くなって、もうこのピンさんも欲しくないかな、うん、はいはいはい、クラッシュが紫だけ人気だったか、あ黒もいいかなと思って、あなんだよ、うるせえな、なんだよ、うるせえな、はい、フーディーとかもまあそりゃね、この時期のフーディーだし売り切れないでしょう、はい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 、まあまあまあ、はい、フリスビーも売り切れて、まあ今日は特にね、特にないです、もうこれでおしまい。うん、非常に凪なんでね、ラスト週ですから。はい、以上になります。皆様、シュプリーム 2021SS、お疲れした！お疲れした、今季もお疲れ様でした。はい、お疲れした、お疲れした。ねえ。何買ったみんなは、はい、来週からの土曜日一応動画なんか出したいなとは思うんですけど、購入実況はしばらくの間お別れです。はい、次は22、あ、じゃあ次は 21FW で、購入実況のシポジとお会いしましょうということでね。はい、おめだんチャンネル、また見てくださいね。はい、チャットとグッドボタンよろしくね。よいしょー。バイバーイ。